もう夕暮れか。ムラガたちの軍勢はまだだろうか。そろそろのはずだよね。日が落ちれば私らの優位はなくなるかもしれないね。相手は蛮族だ。闇の中でも目が利く。まさかこちらの動きがムラガに。でももうどうしようもないよ。私らにできるのはここで待つことだけ。ラマダ、星はどうだ？ラマダ、敵が来ますわ。どこだい？どうして背後から。一体どういうことだ。森から現れるはずのフェネス軍が私らの背後から襲ってきた。答えは一つですわ。ああ、私らは罠にはめられたのさ。うちらの会話は全てムラガの奴に筒抜けだったんだろうね。オルドは皆様、知能が低いですわね。お前たちが奇襲で混乱なさってるうちに別動隊が砦をいただいたですわ。さあお前たち、ぶっ殺して差し上げなさいませ。くそ、あの蛮族め。どうしよう、リリシュ、このままじゃ。どうしようもないよ。残念だけどね。森へ引くことはできないだろうか。そいつは賛成できないね。この森は深い。足を踏み入れればあたしらはチリチリになる。それでもいいのかい。いや、ダメだ。やはり戦うしかないのか。よくしのいだね。自分でも感心するよ。でも、ええ、そろそろ限界でしょうね。というわけさ、モント様。引くか、それともこのまま戦うか。決断の時だよ。戦う。意外だね。私は引くとばかり思ってたよ。思いついたことがあるんだ。これがうまくいけば。一体どんな。ベイロ、こっちだ。急いでくれ。どうしました、モント様。静かに。ベイロ、君に預けた英和装置は。ここにありますけど。
よし、援軍が来たぞ。これだけの兵がいれば形勢逆転は間違いないぞ。援軍ってどこにですか？円和装置とやらを逆に利用したわけだね。ベイロ、安心しな。これでフェネスの奴らは浮き足立つよ。さあ、行こう。これで少しは時間稼ぎできるはず。一気に形勢をひっくり返すんだ。ここはひとまず退却するですぞ。反対はしないが。全軍退却。敵が引いていく。モント様の作戦がバッチリハマったみたいだね。ああ、これで部隊を立て直す時間が稼げる。撤退するか、それともこの機に乗じて攻めるか。グレン、きっと来る。確証はあるのかい？マルグリットは望んでいた。砦を落とした後、僕たちがグラセラと共闘することを。僕らが彼らの助けが必要なように、彼らも僕らの力を必要としている。だから。なるほどね。それに敵は浮き足立っている。この機会を逃す手はないよ。了解。どうした？聞こえないのかい？剣撃の音さ。この近くで戦が。行ってみようよ。これは。オルンと教会の総兵だな。追いついたってわけね。で、どうする？決まってるだろ。オルンに助太刀する。いいね、ゾクゾクするよ。さあ、行くよ。形勢逆転ってなるはずなのに。戦力は完全に拮抗しているか。じゃあ私たちって何の役にも立ってないわけ？
そなたらは。ロブ殿、なんとこのお方が。オビスのディアーと申します。おお、オビスだ。お願いがございます。オビスへの破片を。ランダルの襲撃を受け、祖国オビスが壊滅の危機に瀕しております。王方への侵攻の前にオビスへ攻め入ったか。承知した。ありがとうございます。ランダルは雌雄を決せねばならぬ相手。その時期が早まっただけに過ぎぬ。そなたたちはリオニスか。出過ぎた行いをお詫びいたします。しかしながらこれには理由が。我らホルンとリオニスはもはや敵国ではないぞ。え？我らはフェネスとの同盟を完全に破棄した。なるほど。だからこそサーダリーの総兵と戦っているわけね。だったら話が早いね。マシュリー殿から我らが第一王子モント様にお言づけを賜りました。マシュリーか。差し支えなければ聞かせてもらえるか。待っている。それだけか。実は、何？マッシュリーが捕らわれただと？あの様子だとそのままリオニス城へ。そうか、ジザとビストラールが。ディアよ、すまぬ。我らは撤退し、そのままリオニス城へ向かう。お国の一大事、当然のことです。だが、ことが片付き次第、すぐにオウィスへと派兵することを約束しよう。ありがとうございます。最前線の堅牢へ伝えよう。全軍撤退すると。そうはさせぬ。ここが貴様らの墓場だ。ほう、見逃してやろうと思ったが。ならばやってみよう。蹴散らしてくれる。オルドアが戻ってきた。なかなか舐めた真似をしてくださいましたな。でももうおしまい。ここで切り刻んですりつぶして獣の餌にしてやりますですよ。やれるもんならやってみなよ。おバカさんだね、お前さんは。この兵の数をご覧くださいだぞ。なんて数だ。ここを突破しなければ生き延びられないということですわね。それなら
答えは一つ。自分を、そして仲間を信じて。みんな、行くぞ。勝負あったですね。くそ、俺にもっと力があったら。でも私はベイルと一緒でよかった。リアート、みんな何締めっぽいこと言ってんだい。ええ、その通り。星はまだ輝きを失っておりませんわ。モント様、どうしたんだ。来た。聞こえないか、援軍だ。もうその手には引っかかりませんですわよ。よ、待たせたね。おお、まだ生きてるか。さすがだな、これだけのフェネスの兵を相手にして持ちこたえるとは。だがもう安心だ。ビクトラとルアーサ、どちらも頼りになる助っ人だぜ。あれがモントね。面白くなってきたわ。